回の、4人組とその仲間たち2017年、この公演のために、ギターソロ作品エーテル幻想を作曲しました、坂井健一と申します。この作品はですね、ギターソロということで僕は大体、この人のこの演奏者のために書きたいという、こうモチベーションでもって曲を書くわけなんですけれども、鈴木大輔さん、もちろん、以前から名前は、存じ上げてたんですけれども、たまたま去年ですね、僕は、普段大津に住んでいるんですけれども、別の仕事で日本に滞在しておりまして、前回の4人組の公演を聞かせていただいたんですけれども、その時に、金子ひとみさんの、作品で、鈴木大輔さんが、弾かれているのを、聞きまして、ぜひ、彼に書きたい。それから、以前から、ギターソロのための作品の、作品依頼というのがこう、何とかありまして、これはぜひ僕のギターソロ作品、デビュー作をぜひ鈴木大輔さんに、お願いしたいと思って、彼に、演奏依頼をしましたところ、快諾していただいたので、本当に彼とは、共同作業みたいな感じで、ゼロから一緒に2人音楽を作り上げる、そういったこう、作曲法を、取ったわけです。この作品についてなんですけれども、エーテル幻想というちょっとぶっ変わった、タイトルがついていますけれども、エーテルというのは、いわゆる神知学という学問がありまして、その中で、語られるエーテル体といった、単語ですね、それを、作品のタイトルとして、転用したわけです。そのエーテル体というのは、体に、こうオーラが宿るような、そういったこの状態を、表す、言葉でありまして、実際にこのエーテル体というものが直接的にこの曲の、スタイルを決定付けたとは言えないかもしれませんけれども、僕が、例えばこう、オーケストラとか、ソリストの演奏会で、たまに、なんて言いますか、体に楽器を弾きながら体にこうオーラが、宿ったような、本当に、僕の、視界、僕だけかもしれないですけれども、まさに演奏家のこのビジョンがですね、こう姿がこう斜がかかったような、本当になんかこう白い薄い霧がかかったような、そういう、なんていうか、この視界における体験をすることがあるんですけれども、僕の、この作品でそういったまさにその鈴木大輔さんからそういったこうオーラが発せられるような、割とそういったこう詩的なイメージですよね。例えばそのエーテル体から何かこう数理的なものを引き出すとか、そういったものではなくてですね、本当にイメージ先行で、曲を書いたわけです。この作品はですね、先ほど、イメージ先行で、書いたと、話しましたけれども、そのイメージだけで、その作品を、9分ないしは10分の作品を、書けるわけではなくてですね、やはりこう、モチーフは何を用いるか、どのようにこう展開させるか、そういったことをやはり考えなければいけないわけですけれども、それは、鈴木大輔さんと、まさに、その段階から、共同作業をしまして、ギターの、調弦から大体ギターソロ作品というのは僕の意見ですけれども、調弦が大体こう曲の、性格を決めるみたいなところがありまして、調弦でちょっと特殊な調弦をしてるんですけれども、普段の、ギターの調弦ですね、それとはちょっと、違うんですけれども、そういったこの調弦で、スケールを、大輔さんに弾いていただいて、弾きやすいかどうか、そういったことまで、確認を取り合ったわけなんですけれども、ちょっと今回はですね、その特殊な調弦を用いて、その後、和声のシーケンスですね、この和声のシーケンスというのは今まさに、この、カメラに、映っているこの楽屋がですね、まさにメイフィルの公演の、本番直前の、楽屋なんですけれども、そのまさにメイフィルの、作品と同じシーケンスを使っているわけです。それでそのシーケンスから、引き出したその様々なモチーフ、音色、そういったものを、その10分弱の作品にこう復元させたわけなんですけど、まさに、このタイトル、エーテル幻想が、示す通り、まさに、大輔さん、本当に10分ぐらいの、超絶技巧と言ってもいいんですけれども、その超絶
術機構というのはことで、クラシカル並みの超絶技巧とともに、さまざまなこう音色やこうニュアンスを要求する作品で、ギターソロなのに、まるでオーケストラを聴いているような、そんな、作品なんじゃないかなという気がします。なので、その、10分弱の間、彼はすごい集中して、最初から最後まで聴くわけなんですけれども、彼自身が曲の最後で、エーテル体と、どうで語られるあのアストラル体という言葉があるんですけれども、そのアストラル体というのはその、まさに体から魂が抜け切ったようなあのそういったこう抜け殻ですね、あの全部を出し切ったそういった状態のことを言うんですけれども、あのこの曲の周りで大輔さんが、燃え尽きるまさになんかそんな、演奏になるんじゃないかなと思います。 そんな大輔さんを、ご覧になる、なりたければ、12月8日19時から開演ですけれども、東京文化会館へぜひお越しください。よろしくお願いします。